前回の超わかる高校数学は、次の問いに答えてください。二次関数を決定する問題で頂点や軸の情報がわからないときは一般形から攻める。通ると言ったら代入成立。文字が3つの連立一次方程式は1つの文字を消去する。残りの2文字についての連立方程式を解く。残りの文字を求める。この3つのステップで処理しよう。今日は中学の時に学んだ解の公式のおさらいをしよう。二次方程式 ax2 乗プラス bx プラス c イコール0の解は、 x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac になった。ちなみにルートの中身 b2 乗マイナス 4ac は0以上にならないと解にならなくなるから注意しよう。さらに二次方程式と言われたら、特に断りがなくても二次の係数 a は0じゃなくなる。もし方程式としか言われなかったら a は0もあり得るから、その時は二次方程式じゃなくなる。つまり解の公式は機能しなくなる。こういう場合は a が0の時は a に0を代入して計算、 a が0じゃない時は安心して解の公式、この2通りに場合分けして考えよう。ではこの二次方程式を解の公式で解いてみよう。A は5、B は6、C はマイナス2だから、X イコール 2A 分のマイナス B プラスマイナスルート B2 乗マイナス 4AC。これを整理すると2で約分できるから、5分のマイナス3プラスマイナスルート19が解になる。さて、B の部分が偶数の時は、解の公式はもっと楽に計算できる。実は B の部分が偶数、つまり 2B' の場合、二次方程式ax2 乗プラス 2b'x プラス c イコール0の解は、 x イコール a 分のマイナス b' プラスマイナスルート b' の2乗マイナス ac になる。つまり b の部分が偶数の時は、2で割ったものを新しい b として採用して、その得点として無意味に丸暗記した分母の2と分子の4は書けなくてよくなる。これを利用してさっきの二次方程式を解いてみよう。 b の部分が6で偶数だから、2で割った3が新しい B として採用される。 A は5、B' は3、C はマイナス2だから、 X イコール A 分のマイナス B' プラスマイナスルート B' の2乗マイナス A かける C。 これを整理して5分のマイナス3プラスマイナスルート19が解になる。 B の部分が偶数なのに普通の解の公式を適用すると、 B を2で割らない分 B の部分は数が大きくなる。2倍と4倍をする分、分母とルートの中身も数は大きくなる。さらにここの素因数分解もめんどくさいし、必ず約分が発生する。だから B の部分が偶数の時は絶対に偶数バージョンの解の公式を利用しよう。今日の動画内容をまとめると、二次方程式と言われたら特に断りがなくても二次の係数 A は0じゃなくなる。もし方程式としか言われなかったら A は0もあり得るから、その時は A が0の時は A に0を代入して計算、 A が0じゃない時は安心して解の公式、この2通りに場合分けして考えよう。また解の公式のルートの中身 B2 乗マイナス 4AC は0以上にならないと解にならなくなるから注意しよう。二次方程式を解の公式で解く際に、 B の部分が偶数の時は2で割ったものを新しい B として採用すれば、分母の2と分子の4は書けなくてよくなる。これを覚えよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録お願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品とこの単元の再生リストはこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。